江ノ島リアルな車椅子から見える限界の景色、できるだけ視点カメラ撮影。湘南を代表する観光地の一つである江ノ島にはシラスなどの美味しい名物グルメや魅力満載の観光スポットがいっぱい。気持ちのいい海沿いの道を散歩したり、江島神社などのパワースポットを巡ったり、展望台からの相模湾の絶景に感動したり、デートでも友達とのお出かけでも一日中楽しめちゃいます。江ノ島に着きました。公園から海の近くまで行けます。今日は天気も悪く海が荒れてます。車椅子から見る景色です。目的トイレもありますね。江ノ島メイン道路に上がっていきます。いきなりの坂道。結構きつい坂。おいしそう。ここからは車椅子を後ろから押してもらい、坂を上がっていきます。右に富士山の見える江ノ島天然温泉。まだ時間が早いので閉まってる店が多いです。ずっと坂道。江ノ島団子。江ノ島もなか、いろいろあります。この辺りが人気のお店があります。タコせんべい、エビせんべい、お土産ソフトクリーム。車椅子だと普通だとこの辺りまでになります。ここから先は車椅子で行けるところまで行く挑戦になります。第一の急な坂。ここからは車椅子で未知な世界に。注意、介護が2人以上いないと危険。めちゃくちゃ急すぎる坂。
車椅子で見ることができなかった景色、とても嬉しいです。ずっと坂が続きます。どこまで行けるかな。虹が見えます。愛の南京錠がついてます。ところどころ愛の南京錠がありますね。
対談。ここまでが限界。ここから戻ってさらなる探検に行きます。降りるのが大変な坂、ゆっくり下がっていきます。最後の急な坂、無事に下れました。ここからずっと下り坂。大変疲れたのでソフトクリームを食べます。待って入れないので外で待ちます。めちゃ美味しかった。
湘南デニムストリート。裏道へ、何もないかな。お、こんなところに穴場のハンバーガー。営業前でした。民宿、お食事どころ、釣り具屋発見。穴場のお寿司屋さん、この先は行けませんね。それでは海側に向かいます。ここにも多目的トイレ。多目的トイレは所々にあります。海沿いの道になります。マグロカツなど美味しそうなのがたくさん。団子、ソフトクリーム、
スたこ焼き、マグロカツバーガー、車椅子で江ノ島、行けるところまで行ってみました。とにかく坂道で、介護なしでは行けません。車椅子で行くときに、参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。